皆さんこちらに示しているものをご存知ですよねこちらは皆さんが好きか嫌いかはとりあえず置いておいて我々にとって最も馴染みのある物質である鉛筆です私たちが鉛筆でできることといって思い浮かぶのはまず何でしょうそれはこのように文字であるとか絵を描くといったことになるかと思いますしかしながらこの鉛筆の中にはもっともっと優れた 性能が眠っていることが知られていますこの鉛筆とりわけ鉛筆の芯の正体について見てみるとこの鉛筆の芯は炭素からできた黒鉛グラファイトというものからできていますこのグラファイトをさらに細かく見てみると炭素が蜂の巣のように並んだ薄いシートであるグラフェンというものからできています皆さんは実はノートに字を書く時 この大量のグラフェンを紙に向かって剥離し転写することで文字を書いているということになります。我々の身近なところで言うとこのグラフェンの中では電子の移動速度が非常に速くそのことからパソコンスマートフォンといったものの性能を10倍以上に引き上げるといったことが期待できます。 またこのグラフェンは非常に薄くて抵抗が低いことから透明な膜としてまたしなやかなことからフレキシブルな材料として我々が持っているスマートフォンタブレットといったものを軽くし丸めることができるまた折りたたむことができるといったその姿すら変えるような可能性を持っていますしかしながらこのグラフェン非常に薄いため 取りり扱いいがが難しいといった問題がありますこのグラフェンを自由に移動し配置するためにどうするかそれが科学学といった学問になります私たち科学者は化学反応というものを使って異なる観能基と呼ばれる部品みたいなものをつけたり置き換えたり外したりそういったことを行ってこの世の中にないような分子 というもののをを新たたに作ることとと目的一つとした学問ですとりわけ私はこの科学の力を用いてこの黒煙にあたかも取っ手を取り付けるように OH といった観能器を新たに付け加え水アルコールといった液体の中にこのグラフェンを剥離し取り出すことを研究していますこの観能器がついたグラフェンは時にはそのまま 時にににはさらに感能をつけることとよっって水やアルルコールといった液体の中に分散することができますこの分散されたものはインクとして私たちが使っているプリンターであるとかハンコといった印刷技術で自由に望む場所に移動し置くことができます皆さんはこの鉛筆を使って未来を切り開こうとしているところだと思います。 私はこの鉛筆にさらに科学の力を加えて未来の材料を切り開くそういったことを目的としています。